こんにちは、こんばんは、タイポンです。それでは FIFA、実況をやっていきたいと思います。パート25かな、これはきっと。はい、まあ、今回も音声後付けです、すいません。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。相手はグラナダ。グラナダのこのユニフォームいいな、今の赤白ね。まあ、ちょっと白にしちゃってるんだけど、まあ、ちょっと今回は、チーム編成ですね。今、なんかちょっと疲れてる選手が多いから、なんか多分迷ってますね。これいろいろ変えようかなみたいな。ちょっとフォーメーションを変えていきましょうって、どれにしたか全く覚えてない、はい、なんかちょっと特殊なやつにしてたのかな。3トップにしたのかな、確か。3トップ、そうだね、やっぱ3トップで行こうぜみたいな感じで言ってますけども、レアル現実の試合で逆転勝利しましたね。 2-0 から 3-0、 3-2 にして、クリスティアーノ・ロナウド不在だったんですが、ベイルとバスケスかな決めたの。はい、よかったね。でちょっとリーガエスパニョルはちょっとね、分かんないよね今まだ。ちょ、バルセロナがちょっと調子を落としてきてるから、なんかまだアトレティコも可能性あるし、なんだかのレアルも全然可能性があるから、まあ俺アトレティコ、バルセロナにちょっと優勝してほしくないから、アトレティコかやっぱレアルのどっちかに優勝してほしいなってちょっと思ってます、個人的に。で、まあ、チャンピオンズリーグも、レアルとアトレティコ両方勝ち上がってますよね。はい、なんでまあレアル、バエルン、シティか、シティ優勝したことないんだもんね。てかまず今回がベスト4って初めてなんだもんね、来るの。いやーでも厳しいな、シティは。バエルンとだよね、確か。あれ？そうだよね。あ、違うっけ？忘れちゃった。まあとりあえずでも、チャンピオンズリーグはちょっとレアル優勝してほしいな。今回これちょっと使ってるし。はい。そこら辺はもう、特にあれだからカットしちゃいます、始まるまで。はい、来ました、グラナダ。今回アウェーです。まあホームアウェーは関係ないけどさ、まあ、ちょっと気になるよね。よろしくお願いします。ルイス・エンリケが優勝争いの自信と、残り3試合落とさなければチャンピオン、頼む落としてくれ。いやー、バスケスいいね。現実がすごく調子いいみたいで、俺もねこのゲームで出すと大体活躍するんだよね、バスケス。ウィングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。もうやばい、あくびが。ルベンペレス、いやちょっとまあ本当にこのボールはキーパー、そうですね、ラジオ聞くぐらいの勢いで聞いてくれると嬉しいですね。このリーグのベストだいたい、ちょっと騒ぎ始めたら多分点が決まったんだなっていう、はい、現在ことがさせると思うってなんだ。あー、ユベントスがあとよ、今節勝つとなんか優勝か、優勝の可能性があるってことか。うん、インテルね、やっぱ俺インテル好きなんで。おおおおおっと、 PK、 こんな PK だったっけ、もうこれ忘れてしまった。でもこれはうまくもらったね。でもこれ止められた気がするんだよね、気のせいかな、止められちゃった気がした。なんかロナウドって なった気がするんだよな。ああ違うわ、決めた。ああ、開始13分で早速得点、早い。まあ、PK ペナルドと言われてますが、まあ最近の活躍を見る限りは全然そういう、あ、バスケス出してるね、これウーでも出してるよ。いや、もう立ちつくことしかできないよね。ロナウド得点をやっぱ、狙っているのでね、一応ロナウドで。いやー、もうさ、セリアの話するとさ、ちょっとインテルがさ優勝してほしかったんだよ。インテルめっちゃさ調子良かった、最初の方。どうしても、まあ、勝つだけで分かってたんだよ、もう。大体インテルはもう調子、あ、これ決められちゃうんじゃないの。おお、これはナバスがちょっと頑張りました。いや、インテル優勝してほしいんで、いつ優勝してくれるの。
まあ、今シーズンはうわなんかめっちゃいけそうだ気がしたと思ったら全然さ最後の中盤の辺から落ちてきちゃってさ、いやそこだよね、やっぱそこで勝てないのはちょっとダメなんだよね。中はどうだ、もうユーベの優勝はいいんだよ、ナポリとかにしてくれ、だったらローマか、でも結構辛いよな。まあ、ユーベはモラタが好きだから、モラタ好きだわ俺最近、前トーレスって言ったけどモラタだな、やっぱ最近じゃないんだけどね、モラタ好きな。あ、これはやばいやつだ、あオフサイド、いやオフサイドじゃなくてもちょっと今の決めようぜ、難しいか、後ろからめっちゃシュートするじゃんと、半端ないってなるから。いや普通にサッカーは無理だけどフットサルしたいね。フットサルはねよくやってたんだよね、ちゃんなんか今はもう実家じゃないからちょっと手軽に行けないけど、実家暮らしの時はね近くにフットサル場ができまして、まあよく行ってましたね、知らない人とかで一緒にやって、なんか500円とかかな、確か500円とかで参加できて、多い時3チームとかでローテーションしながら試合やったりとか、でもまあ試合もそのガチガチの試合じゃなくて、まあ、もちろん真剣にやってるけど、まあ、そんなに思いっきりシュート打ったりとかしない感じ、まあ、中にはいたんだけどね、めっちゃシュートガンガン打ってくる人とか、香川真司、まあ、でも友達が多かったから結構楽しくなる。いやそれやりたいね、なんかフットサルオフ会みたいにやりたいもん俺、普通になんかフットサルの会場をさ、まあ、借りてさ、ちょ参加費みたいなのをみんなにもちろん最初やってもらう、参加費500円とかできるのかな、でそうなんか楽しくこうガチガチというよりかはもう楽しくフットサルオフ会みたいな、だって10人集まればもうできるからね試合。いやそれやりてえな、ちょっと今度考えておくかな、そういうのザキシノもフットサルできるし好きだし、ちょっとそれいい考えだな、まあ、試合はちょっとなんか攻められ気味なのかな、見事にパスを回しましたが、腕で決めたいんだよね、やっぱバスケスかな、右サイドはバスケス早く固有になれよ。あこれはテセが、あ、まあ、ちょっともうそろ前半終わっちゃうのにトイレ行きたいんだ普通に。いやー最近誰かってネイマールがなんか最近やばいっていう調子が悪いみたいな、まあ誰もねそれ人間だからさ調子が悪い時期はもちろんあるから、別に完全に落ちたってわけはないと思うけど、それですぐこうもうダメだみたいな言うやつとかいるけど、まあ最低やっぱ1年かけてもう全然ダメダメだったらもうそれはもう、あこれは来たヘセ、オンゴールっていう扱いになってるのかな、これカガがくるくる回転してる、ヘセいいね、ヘセもね出たら結構点取るイメージなんだよね俺のこの実況の中では。いややっぱこう移籍してきたばっかとかさ、監督もそうだよ、もうシーズン途中で交代したばっかで、まあ、ちょっと2連敗とかしたらやっぱこの監督もダメだみたいなさ言うけどさ、いやさ、まあクロップみたいなね、今シーズンリバプール途中で率いてますけど、はい、ちょっと前半終わりました、後半に早速進むんですが、まあ、ちょっと話を続けます、まあ、なんかあんま勝てなかったりとかしたらやっぱクロップはダメだみたいな、いやいや違うでしょって、途中からねこうチームをね、しかも全然良くなかったチームをね率いるのって何か革命を起こすとか改革を起こすってのは相当難しいよ、調子良くするのはもう結構厳しいよ、稀にいるんだけどねそういう人、まあ、それはでもぶっちゃけその人のあれもあるけどもっていうのはあるよね本当に、だからやっぱ1年しっかり見て、1年じゃなくて半年間、もう見てその勝率が相当悪かったらまあそれ仕方ないけど、解任が多いよねとりあえず、
監督の解任が多い。本当にもう1年で3回ぐらい監督交代するチームもあるもんね。中にはバカじゃないのって思うんだけど、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。監督じゃない可能性もあるからね。そうなったら選手の調子とかさ、攻撃を断ち切りました。まあもうチーム全体の問題なんだよね。そのサッカーはね、チーム戦だから、まあ一人が爆発的にヤバいやついたらもうそれもそれで、あ、これはなんだ、これは来た、そう、これはね、マジなんだってなったわ俺。実際プレイヤーで何これっつって、もう ナバスがひどすぎる。これは流れを引き寄せましたね。これはもう何もすることできないからね。ナバスキャッチしようとしてるからね、これ普通に。これキャッチにしにダメでしょ。どっちかというとボールをこうパンチングするっていう方が良かったんですね、対処的に。ちょっとコンピの頭が悪かった。意表をつきましたが取られてしまいました。まあミランもね、監督交代してなんかホンダが出れなくなっちゃってますけどさ、なんか出れない理由みたいなのを見たらちょっと面白かったんだけど、なんかボアテングの彼女と親友でみたいな。あ、ボアテングの彼女と親友でなおかつそのボールを運びゴールに襲いかかります。ビエリが元カレで、なんかそれビエリとブロッキーが親友でみたいな、ちょっとわけわかんないのがあってちょっと笑ったけど、まあホンダも移籍していいと思うな。これはミランいい。スローインで試合が再開となります。一時期良かったんだけどね、監督変わっただけでやっぱ戦術とかも変わっちゃうから、出れない選手はもちろん出てくると思うんだけど、ルベンペレス、ちょっとレアルジダンね、ずっとこれ危なかったね、これ危なかった、マジでこの時マジめっちゃヒヤヒヤしてた。ちょっとなるべく長く率いてほしいけどね、ジダンには。別に勝率悪くないよね、確かそんなに。むしろいい、負けてない、負けたっけ、何回か負けた。強い、体をうまく使います。ボールを取った。いやまあ監督はね、好きな監督とかいるかな、みんな。なんか選手はいるけど監督は、俺好きな監督誰だろう、やっぱクロップかな。俺クロップ好きだな、あの人は情が熱いというか、なんかやっぱみんな、あ、これは多分決めたとゴール、確かそう、これ覚えてるもん、これ覚えてる、そう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 、ウーデがねアシストなんですよ。嫌いな監督、あんまなんか好きじゃねえなって監督、ファンハールかな。今日2つ目のゴールを決めました、止まりません。なんか別に特に理由はないんだけどさ、あ、これ選手交代しようぜっていう流れですね、これは。さあ、ウーデがもうありがとうって感じで、あ、カゼミロ出して、これカルバハルで渡さないのかな、ベンゼマ出すか考えてますね。あ、いいやいいやってなって、これはいいや。寒い、そんなこと今半数なんだけど、寒い、なんだ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 、やっぱ変えようってやつか、あ、カシージャにしようってやつか、これ思い出した、や、言ってましたね、そんなこと。いや本当にレアルマドリード面白い、このね実況面白いんだよね、やってて。まあでもレアルマドリードっていうのは、ね、あんまね、対人戦で使う時もあるんだけど、使っても結構勝てないね、負けることが多い。アロンソ、なんかそこまで自分にバッチリ合ってるかってなったら、まあそんなに合ってない。ルベンペレス、ルベンペレス知ってる。客席からはウイレでユーロが出たんだけど、ユーロとかちょっとやろうかなって思ってるんだけど、カルベロは同時進行で、ここでシャビアロンソ、ユーロも早く来ます。クリスチアーノロナウドが出てきます。どんな実況が見たいのか、サッカー以外主審が試合を止めます。何かあります、レフリー、まあ、自分が好きなゲームをやるって一番いいと思う。なんかマイクラとかみたいな、抜け目がありません。まあ昔やってたんだけど、前に押し出します。コーナーからのリスタートになります。ご覧ください堀池さん、もうあまり時間がありませんが、
ここに来てレアルマドリードサポーターは攻めに来てるよってさらに活気づいています。いやこれやっぱ4点ぐらい欲しいよね。ここまで3点まで取ったら、ではだんだん欲が来るから。長友無双をねどっかで見せたんだよね。長友からかがしんで今やばい、多分これ調子乗ってんねこの時。俺ほらガラガラだよ。これ決められちゃダメなんだよ。ここだ本当に。これは今長友が体でブロック、最高だよ。長友もうずっともうインテルまでインテルにいてほしいんだよ。もうインテルにずっといてほしいんだよ。絶対正義してだめ。あとちょっとですよ。あの東 FC 東京帰ってこなくていい。もうインテルで引退してほしい俺で。レジェンド、まあ、ノリはもうレジェンドほど活躍はしないけど、まあもうレジェンドみたいなもんだよね。今インテルで一番あれだよね、長いもんね在籍。試合終了のホイッスルが鳴りましたってことなので、まあ今回は勝ちました。3点も入りました。はい、なんか得点を見ようぜみたいになってるけど、なんか見るのかな。また結果ロナウドを見ます。これはカゼミロじゃなくてウーデのパスが良かったというか、まあ空いてたからね。ロナウドが 8.7 でマオムザマッチを、ゲットしました。 OK です。グラナダ、じゃあ次のパートも、まあ音声です。確かカップ戦あったかな。カップ戦が多分挟まった気がする。あ違う、アトレティコだ。あそうだ、だからメンツを落としてたんだ。そうアトレティコ戦を、ちょっと勝たなきゃいけないなっていうとここで、メンツ落としたって感じですね。じゃあはい、今回はここまでにしましょう。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の FIFA16 実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。パイオニア。